会だ、ひよっこ。この俺がイメチェンしてやろう。よかった。どうせならビッグなバットアスになりたいです。イメチェンの方向性は重要ですからね。付け替え用のアンテナをたくさん持ってきてください。たくさんですよ。頼みましたよ。新しいアンテナを見つけることは最重要事項ですが、まあ地ででもいいです。ビッグのがあった方がいいでしょう。何をしていいのは奏でる覚悟がある。これぞ生きがいだ。さすがは俺だな。誰しも最後は液体をぶちまける。遊んでおいで。もう一度聞くね。うちのリリスに何をするって言ったの？ゴッドクイーンであるタイリン様はあの大異端者の使いこそでスープを飲むんだ。ごめん、指が滑っちゃった。ああ、いらっしゃい。気づかなかったわ。ちょいと手伝ってくれ、グレムリン。あなたたちが来るって聞いてたわ。新しい仲間ができて嬉しい。私がエリーよ。あら、どうかした？君にはロケットランチャーがよく似合う。俺のタイプだ。もう褒めすぎよ。そうだ、ビークルのことなんだけど、実はカルトに全部盗まれちゃったの。取り返してくれたらキャッチャーライドお手配できるわ。来てくれてありがとう。ハイジャックするのもありよ。やり方は簡単。近づいてドライバーに優しくどいてって言えばいいの。聞いてないなんて言うなよ。俺を怒らせたいのか？ボルトアラシを叩ける。いいだろ。わかった、わかった。ハ
辺でも食らえ。思い知らせてやれ、グレムリン。どうした？照れてるのか？俺はお茶の時間だ。怒りに身を任せろ。そいつも伴う歌でも歌ってやれ。スインゴッドのために。
備はいいか。センターはその先だ。例の双子には気をつけろ。聞いた話じゃタイリン・カリプソがトップらしい。弟のトロイはカルトのプロパガンダ担当だ。まあどっちもクソだってことに変わりはない。やあこんにちは、元気にやってるかい。ああボルトハンター、信じられないことが起こった。盗まれたんだ、バンディットに俺のパンツを。俺のトレードマークハイペリオンレッドバーだよ。あれをここで手に入れるのがどれだけ大変か知ってるか。もうなんていうか殺してきてくれ。カリプソツインズめ、あいつらパンドラ中のバンディットをイケてる車と肉の嵐と血のサウナで釣って騙してるんだ。だってそんなの誰だって欲しいだろ。俺の仲間もそう、アホばっかだ。俺はカリプソツインズと会ったことはないけど、パンドラ史上最強最悪の血に飢えたサイコパスに決まってる。だって俺なんて腹筋だけで人を殺してようやくボスになれたってのに、あいつら全てのバンディットをまとめ上げてるんだぞ。腹筋を20個には割らなきゃなんないだろ。最低でも18個だ。私たちの俺が死んでもいたぞ、パンツ泥棒だ。やってくれ。動きを封じてやる。簡単をくれ。お前の出る幕じゃない。Stop!
した。あいつももう二度と俺のトレードマークであるレッドバーを盗もうとはしないだろう。絶対にな。これでパンドラは安全な地となった。ボルトハンター、君のおかげだ。闇に包まれる。世界よ、この俺に恐怖するがいい。おかえり。いいや。あんたには敵がいて、足には弾がある。銃で撃たれたら楽しい注射を、ドクター Z の移動診療所で。いつもは臓器を扱ってるが、これも似たようなものだ。まだ死にそうになったら来い。会いたかったよ、ベイビー。ホーリーブロードキャストセンターへよく来た。毎日恒例のライブスクリームが目
たちが待ち望んだ時だ。血に飢えた雄たけびを我らがゴッドクイーンファーストシスタータイニーカリプソに捧げよう。親なきバンディットのみんな元気？ゴッドクイーンタイリンがホーリーブロードキャストセンターからライブでお届け。みんなで目いっぱい盛り上がってグレートボルトを目指しちゃおう。さて今日は新しい仲間が加わったよ。手土産は何だと思う？なんと聖なるボルトのチーズ。これは特別待遇しないわけにいかないっしょ。でもその前にちょっとだけ聞いて、みんなバンディット生まれじゃない私を受け入れてくれてありがとね。私が初めて話した言葉は血の報復でも胸郭スペランカーでもなかったけど、今の私たちはファミリー、ファミリーは永遠だよ。じゃあちょっと気合い入れてからセレモニーを始めよっか。血を求めろ。無理無理無理、刻んでやれ。見ないで見ないで。それじゃあ遊んでやるか。まずは私とソロにチャンスを送ってくれたスキャップレーザー55、ありがとう。死体から剥がし終えたら着てる写真を送るね。ヤグ尊い人間の者たちよ、終わりの時。この瞬間がたまらない。ひどいありさまだな。またすぐ戻ってくるから。
ってこい。聞いてないなんて言うなよ。しなさい。
地図を見つけたぜ。お茶の子さいさいだ。やっぱだし、こんな地図のためにわざわざ来たの？それとも私に会いに来てくれた？あんたがスーパーパンダなんて知らなかったな。ところで今なんだこの抜け殻みたいな顔してるよね。なんだと思う？私の特技見たよね。地図を見つけられるって信じてたよ。気をつけて持って帰ってきて。もう二度と失うわけにはいかない。頭をなくした友達はいるか、ボン。なんか見つけたぞ。ああ、そんな。俺の補佐だったビクだ。最高の仲間だったのに。頭を回収してくれ。きっと VR で尋問されたんだ。ハイペリオン時代同じ技術を使ってたことがある。企業スパイを捕まえた時とか、誰かのプリンが休憩室の冷蔵庫から盗まれて作り直す時間がなかった時とか、ビクはバーチャル拷問部屋に捕まってる。中に入って助けてやってくれ。すごいぞ。頭の中で狩りをしたことはまだない。ホーリーブロードキャストセンターの近くに VR コンソールがあるはずだ。彼女の頭に接続すればエコー端末が君をデジタル生成してくれる。自分で行きたいところだけど、実は VR 酔いがすごいんだ。それに体を分子レベルに分解されるなんて冗談じゃない。俺はアナログ至上主義なんだ。正直チルドレン・オブ・ボルトが VR 技術を使ってるのには驚いたけど、まあ今は安く手に入るからな。最近じゃ仮想世界で暮らしてる連中もいるくらいだ。ただ不思議なことに、今でも大勢が7年前に作られた世界を訪れてるらしい。
からさ、嫌なら見なきゃいいでしょ。なるほど、ちょっと宇宙とか救おう。ボルトハンター、地図は持ってる？当然だ、仕事は必ずやり遂げる。なら一安心だね。地図を手に入れたのか、やったな。で、サンスマシャーのみんなはなんかやけに土とか血の匂いがしないか。お前の仲間はタイリーン・カリプソに皆殺しにされた。気の毒にな。そんな、俺あいつらに一度もそんな、いや、サンスマッシャーは泣かない。タイリン・カリプソが血の報復をお望みならくれてやる。血の報復だ。あいつらが危険なのは分かってたけど、これは想像以上かも。地図は絶対渡せない。取り戻せてよかった。これはただの地図じゃなくて、パンドラにある別のボルトを開くのに使ったの。ボルトにはそれぞれ鍵があるんだ。ちょっと見てみよう。久しぶりにね。チャージされてないね。任せて。うん、ダメみたい。おかしいな、前はできたのに。専門家の出番かな。この星でエリディアンの技術を理解してる人間はたった一人、パトリシア・タニスだけ。谷の向こう側の発掘現場にいるから、地図を持ってってくれる？また連絡する。私はうちの船を何とかしなきゃ。
の貴重で格外のない発掘現場を踏み荒らしてるあなた、何かご用？タニスか？そうよ、新しいボルトハンターね。チーズを見つけてきたんでしょ。これは褒められるべき偉業よ。褒めたわ。さあ、地図を見せて。私がこの陣地を超えた難解さを誇る貴重な品を調べる間、あなたは外で物を盗むなりして待っていてくれるかしら。これから私が何か言ったとしても、仮説を検証してるだけで話しかけてるわけじゃないわ。混同しないでね。思った通り、大輪カリプソは精霊よ。他人の生命力をエネルギー源にしてるよね。つまりあのカルトは彼女の食料庫というわけよ。ボルトに秘められてる力は想像もつかないほどよ。カリプソツインズがそれを手に入れたらどうなるか考えたくもないわね。今悲鳴がした？それともまた私の幻聴かしら？さて、悲鳴なら常に聞こえてる。スーパーファン、地図直してくれた？じゃあちょうだい、ファミリーに入れてあげるから。え、何？入りたくない？はぁ、チャンスをあげたからね。マジで超残念。さよならだ、クリムゾンオタンコナ。ゾロイが増えちゃう。クリムゾンオタンコナって、やっぱ。とにかくゾロイがあんたが死ぬとこをエコーネットで配信するからね。はぁ、ヒーローぶったセリフは NG ね。後で僕が照れこしちゃうよ。リリス、聞こえてる？バンディットたちが発掘現場を襲ってる。こういう展開勘弁してくれる？今向かってる。ボルトハンター、タニスと地図を奴らから守って。かられるために生まれたまで。ジャンクだ。全員鬼強フリントと呼んでくれ。略して、いや、まあいいか。こんなの俺の体じゃない。覚えててくれ。俺っていうのっぽが。気をつけて、ボルトハンター。アイリーみたいにあんたのボクトでジュースを飲んでやる。残りを片付けよ。新たなページだ。昔本というものがあったんだよ。両親の家族。覚悟はいいか。いいえ、でもどうせ私のパーソナルスペースから出ていかないんでしょ。続けて。それで地図は起動できたの？私の限りなき知性と限られた資源を駆使してできることはやったわ。試してみる？さあ、これでいけるはずよ。データが一部破損してるようね。地図にかなりダメージが蓄積してる。そこで仮説、タイリンカリプソは地図をチャージしようとしたものの、その力は地図をさらに消耗させた。というわけで、これじゃ一つの惑星しかわからないわ。プロメティア？なるほど、タイフォンデレオンが最初のボルトを見つけた星ね。プロメティアか。
ありがとう、タニス。目的地はプロメティアか。そういうことになりそうだね。カリプソツインズより先にボルトにたどり着かないと。エリーが船の準備をしてくれてる。私は地図とタニスを運ぶから発着場で会おう。私がこれ嫌いなの知ってるでしょ。だってエリディアン専門家を守らなきゃ。ええ、私の他にはいないものね。いい、調子は？もう少し。あとは燃料と新しいアストロナビのチップがいるわ。ボルトハンター、エリーを手伝ってくれる？私はクリムゾンレイダースを集めて船に乗せる。なあ、いいとも。わかった。じゃあまたね。あらゆる事態に備えて。カリプソツインズがおとなしく行かせてくれるはずない。あなたにとっておきのプレゼントよ。あそこのビークルはバイオ燃料で動くの。しかも原料をエリ好みしないわ。バンディットとかスキャックを引いて燃料を貯められるの。エコでしょ。さあ乗って乗っ。もしいろいろあって聖なる炎とかが吹き出しちゃったら戻ってきて。新しいのを用意するわ。さっき言ったようにバンディットとかスキャックとかを引けばいいのよ。ね、バイオ燃料になったでしょ。キャッチャーライドブランドを拡大して持続可能エネルギー分野を独占しようと思ってるの。もっといけると思ったかね。チップがあればすぐに出発できる。
てあげる。いい？私と弟は牢獄で生まれ育ったけど、それは私たちのためで、外の世界は血に飢えたバンディットでいっぱいだって父親は言ってた。で、やっと牢獄から出てみると、確かにあいつの言う通り、宇宙はバンディットで溢れ返ってた。バンディット、この銀河に残された最後にして最大の資源だって何十億もいるんだよ。あいつらは企業同士の戦争が残した人間スクラップ。壊れちゃってるけど、あんたたちは特別だって言ってあげれば、私たちのために戦い死ぬことだってへっちゃら。だってファミリーだもん。そう、私の家族なわけ。宇宙はバンディットのもの、私に従う限りはね。様だな。ヘリー、チップをゲットしたぞ。
と腹に。燃料をもらうわ。プロメティアに行けるなんてね。新しい景色見て新しい出会いを求めるの。都会の男子に自然ドキュメンタリーでしか見れないようなことを教えてあげるわ。これでよし。 COV ってバカよね。クイーンにたさ、準備はいい？何しに来たの？ファイアホーク、その地図ちょうだいってば。お断りだよ。そう、じゃあやろっか。ゲット。あんたもセイレン？これは遺伝っていうか、私と弟はもともと一つでね、生まれた時にパパが切り離したってわけ。以来この子は私のおかげで生きてる。何しようっての？私、生き物からでも力を吸い取れるんだ。もちろんあんたのもね。伝説のボルトハンター、ディストロイヤーキラー、ファイヤーホーク、だから何って感じだよね。あんたの力はもらったし、殺しちゃおうかな。タイネ、タイリン、タク。今の顔パシャるんだった。マジウケる。私の力が取られた。ほらタイネ行くよ。配信開始まで3、2。ヤッホー、みんな、ゴッドクイーンタイリン様の生放送が始まるよ。今日は特別ゲストをお呼びしてます。一番殺してってリクエストの多かった大いなる異端者、そう、ファイヤーホーク。おう、羽をむしられちゃったよ。笑って。じゃあ早速この力を試そっか。エリジウムランクのフォロワーをスタジオにご招待。しかも、なんとグレートボルトへの道が分かったよ。次の目的地はプロメティア。いいねとフォローと服従を忘れないで。気にしないでリリス、人生こんなもんだよ。十分楽しんだでしょ的な。よくそういうやついるけどピンとこなくて。よし、じゃあ行こう。片側が約束を守るか怪しいし、あとはほっとけばいいよ。じゃあバイバイ。チーズありがとう。あと力もね。続きは私がやっとくから。またね、ファイアホーク。なんてもういないか。
った。食べちゃいたい。逃げんなら今のさ。この瞬間がたまらない。俺いくら言ってもいいと思う。やっぱりおとなしく行かせてはくれないみたいね。お望み通りやってやりましょう。腹を壊すぞ。全部ペッシュさ。ボルトハンター、手を貸して。まだ衰えちゃいない。黙れるぞ、まあ、ただ決めたし。さばいてやる。もちろん肉的な意味で。花見のステーキがおすすめ。ボルトハンター、私は大丈夫。船に乗ろう。ボルトハンター、こっち。アストロナビのチックはあなたに任せたから。大変なことになったわね。でも今話してる暇はないわ。すぐここを脱出しなきゃ。今一番安全なのはあの船よ。ボルトハンター、船に乗って。チルドレン・オブ・ボルトがまた攻撃してくる前に離脱しなきゃ。リース、一体何があったの？タトゥーがなくなってる。
リリス、あなた、セレンの力が能力を奪われたってこと？なら今すぐゴッドクイーンビッチをとっ捕まえて取り戻しましょう。無理に決まってます。ここに残って守りを固めるべきです。それも一つの案ね。実際カリプソツインズと渡り合える？今の状態で勝てるの？タイリーンはボルトの力を狙ってる。先にたどり着いて何としても止めなきゃ。セイレーンじゃなくなったって私は戦える。みんなと一緒に。私はどんな時だってリリスについてく。言われなくても分かってるでしょ。もちろん私もそのつもりでしたよ。死なばもろともね。私も新しいボルトを調査するチャンスを逃す気はないわ。よし、準備にかかろう。さあ行きますよ。いざプロメティアへ。そうだ、軌道を離れる船に名前をつけないと。名前はもう決まってるでしょ。サンクチュアリ。ボルトハンター来て。ボルトハンター、モーリスの生死に関わる問題に協力してください。サンクチュアリにいるモーリスの元に来るのです。速やかに肝の強さを試してやろう。アトラスか。カリプソツインズより先にボルトを見つけるのに協力してもらわないと。ボルトハンター、アストロナビを接続してプロメティアにセットして。お前の本気を見せてみろ。よし、じゃあいよいよだね。みんな捕まって。この子は爆縮ドライブを備えてるの。つまりすんごい危険ってわけ。一つ計算を間違えれば大変なことになるわよ。もちろん分かってますとも。ではプロメティアへ出発。クラップトラップ、待って。何をやったの？ははこいつは最高だ。ちょっと何なの？船体に穴が、気圧が下がってる。機体の穴が見つからないわ。それは船体と宇宙空間の間に私のお尻が挟まっているからです。私のお尻は皆さんの救世主ですよ。待ってて、重力装置を再起動するわ。はあ、全くどうなることかと思ったよ。くそ、ドライブ損傷。ナビと推進機もだよ。システムが復旧できるまでここで立ち往生だね。エリー、どのくらいかかる？まだなんとも。とりあえず頑張るわ。お願い、急いでね。ボルトハンター、他のクルーを見てきて。助けが必要かも。クラップトラップを。そこにいて。お任せください。聞こえてる人はいないの？ダニス、学連星で遊んでるのか？心配はいらないわ。体を温めてるだけよ。さっきので温度調節システムがおかしくなったの。再起動してくれる？いい技だ、ベンジ。これは一種の微気候を形成してると言えるわね。ちょっと待ってて。あとちょっとよ。意外と心地いいものよ。肉厚の寝袋といったところね。でも少しベトベトするわ。ラボを生存可能温度に戻してくれてありがとう。みんな元気？私はメイム・ビアリク。見てきてくれる？装置が壊れた時はまた連絡するわ。私のハイスコアに挑みたいならいつでも腕を磨いて戻ってきなさい。遠慮はいらないわ。これはどうも。さあ、色のついた点々同士をマッチさせますよ。準備はいいですか？やり方をご説明します。この色のついたタイルは DNA を構成するブロックのようなものを表します。要は肉人間を組み立てるための肉パーツですね。要するに色とりどりのサイコロステーキをイメージすれば分かりやすいかと。分からないわよ。
この子たちを左のガイドに合わせるのです。トークンをむぎゅっと入れるとタイルが上に上がります。さあお肉ちゃんたちをむぎゅっと。やりましたね。これこそが私のありえないほど極めて高い知能を定量的に証明できるよう採点システムを導入しているの。ご覧なさい。ドクタータニスを上回る頭脳派だと証明するにはスコアバーをできるだけいっぱいにしなければなりませんよ。お話にならぬ。さてこれまではトークン使い放題でしたが、ここから先は違いますよ。真の挑戦が始まるのです。こちらをご覧ください。この子たちは控えトークンです。よく考えて置き先を決めましょう。必要最低限のスコアに達しましたね。ちょっと2列ですって。なんだって。いいですか、どちらの色のタイルでもポイントをゲットできますよ。ご覧の通り、すべてのタイルを揃えるのは不可能です。ですね、このパズルを解けば私のハイスコアを正式に抜くことになります。ですから電源を切ってこれっきりにするのもありですよ。私にはこれが精一杯。コツはな、お団子殴りまくることだ。タニスが鬼みてえな形相ですっ飛んできて代わりに解いてくれるぜ。お前は最高だぜ。一番大事な筋肉はぶん殴る筋肉、つまり腕の筋肉だ。脳みそじゃねえ。
ボタン殴るのが俺並みにうめえな。今夜はステーキだ。雑談の練習をしてもいいかしら。今日の天気はどう？ああ、答えないで。どうでもいいの。あのイカれたロボットめ、よせ、話したら容赦しないと言われたろ。クラップトラップ、クルーを監禁したの？銀河間インターン兼奴隷のことですか？もちろんです。揺るぎない忠誠心を育てるために小部屋に閉じ込めておきました。人材管理の基本です。一度しか言わないよ。奴隷も監禁もなし。はぁ、我慢します。1週間は新入り監禁部屋を使用する予定がなくなったので、寝室としての使用を許可しましょう。喜びなさい新入り。私のおかげであなたの部屋の風水は完璧ですよ。商品が、足の可愛い破壊兵器が。ボルトハンター、なんとかしてください。
ありがたいけど射撃場はまだ燃えてますぜ。あんたには敵がいて足には弾がある。感謝しますよボルトハンター。感謝せるはやりませんがね。やるわねボルトハンター。こっちも問題を特定できたわ。エントロピー加速器が壊れたの。貨物室に予備があるから取ってきてくれる？こんなこともあろうかと貨物室にはスペアがいっぱいあるのよ。あなたに取っておいた特別な装備もね。ダメになった貨物は諦めて放出しましょう。グラップルグラバーにジェットパックに左利き用の銃も全部さよなら。ああでも R がエントロピー加速器を1台持ってたはずよ。宇宙の木図になってなきゃだけど。何の用だ？エントロピー加速器を。忙しいんだ、うせな。アール、エントロピー加速器を渡して。なら名前を書いとくんだったな。書いてても知らねえが。渡さないならネジネジドーナツにしてチョコにつけちゃうわよ。そうかよ。まあエリジウムとなら交換してやってもいいぜ。持ってねえだろうけどな。さあうせろ。R、今日は疲れてるの。怒らせないで。エリジウムだ。ないなら用はねえ。ああ、もうムカつく。でもここは言うことを聞くしかないみたいね。エリジウムがないならバーに私のママがいるから会いに行って。いろんな通貨を用意してるわ。チルドレン・オブ・ボルトをガールンだってやるね。私は目視。お名前を聞いてもいいかしら？ああ、全員だ。ほら、カジノで週末を過ごしたことがあったろう。あら、お上手ね。まあまあ、ボルトハンターをからかうのはやめて。船の修理にエリジウムが必要なの。うちのスロットは試した。今日はついてるかもしれないわよ。スキャック語なんてわかるか。それじゃあまた。あらすごいじゃない、魔法の指を持ってるのね。またいつでもいらっしゃい。他にも遊べるゲームがあるわよ。それじゃあのゲス野郎に望みの品を届けてやって。俺はお前と違ってクソ農家じゃねえんだって。あいつに言ってやればよかった。言ってやる。
私はまあ順調よ。それじゃあまた。風の導きがあらんこと。行進者どもぶっ飛ばしてきて。私は誰かを待つような女じゃないけど、現状を待たされてるわ。俺もヒゲとか生やしてイメチェンしてみようかな。頭の中から出てけ。そうよね、忙しいわよね。ほっといてくれ。私、夜になったらもっと楽な格好に着替えるの。こんなの絶対時間の無駄。違ってクソ農家じゃねえんだってあいつに言ってやればよかった。それはきっと言ってやる。生き返った気分だ。なんで放置されてるんだ。チルドレン・オブ・ボルトを狩るんだってやるね。大丈夫、人は食わないから。
感謝するよ。あいつ絶対に殺してやる。どうして誰も耳を貸さないんだ。こんなに大声を出して。おい、何やってんだ。そいつは持ってとっとと消えやがれ、腐ったれ。あのなんとかいうやつを持ってけ。もう二度と来んな。ほんと最低なやつだわ。じゃあ加速器を取り付けましょう。早く出発しなきゃ。私はあいつに負けちゃいない。なんで選ばれなかったわけ。そんなことお断りだ。いいな。ほっといてくれ。大切なのは気の持ちようよね。うん、眠い。楽しい飲み会だったな。指図するな。どうして誰も耳を貸さないんだ。こんなに大声を出してるのに。全部企業が裏で糸を引いてるに決まってる。ベタベタする。気持ち悪い。俺は暇だしイライラしてんだ。新しい一撃だ。お前がいなきゃ終わってたかもね。今度はあんたが助けてくれよ。スキャック語なんて。満足か。誰かを待つような女じゃないけど、現状を待たされてるわ。アマーラじゃないか。会えて嬉しいぜベイビー。誰がベイビーだって。私はタイガ。忘れたのか。落ち着けベイビー。なあだわ。悪かった。間違えただけだよタイガ。サン、下ろしてくれ。なあ、俺は君のエージェントだ。君のために働いてる。パルタリにとどまる理由はもうないだろ。ギャングを潰し住民を救った。喧嘩できる相手はもういない。伝説は日々更新するものだ。じゃなきゃ消えちまう。だから旅に出る。セイレーンを引き寄せる場所があるらしい。実際私も感じてるんだ。パンドラを。パンドラ。あそこはタフな星だぜベイ。じゃない、タイガー。争いが絶えない。人食いバンディットに凶暴な生き物エイリアンまでいるって話だ。知ってるよ。完璧だ。俺は暇だしイライラしてんだ。ベタベタする。気持ち悪い。ベタベタする。気持ち悪い。奴らを赤く染めてやれ。もちろんペンキじゃなくて血でだぞ。そんなことお断りだ。いいな。あんた、どうしたの。
頭の中から出てけ。退屈だ。なんで放置されてるんだ。しっかりしろレイビー。いや、黙れ黙れ。てくれ。このままじゃダメ。こんなはずじゃなかったのに。俺に刺して言ってやる。みんな殺されちゃったわ。気分はどう？諦めるな。大丈夫だ。狭いんだ。仕方ないだろう。どうして誰も耳を貸さないんだ。こんなに大声を出してるのに。私、夜になったらもっと楽な格好に決めるよ。お断りだと言っただろう。銃の他に欲しいものなんてありますかい？まさか本当にこいつを撃つとは。殺されないでくださいよ。楽しい飲み会だったな。いや、黙れ黙れ。あと5ミッションで契約は満了だ。晴れて自由の身だぞ。5ミッション前にもそう言ったし。違う、3ミッション前にあと5ミッション、5ミッション前にあと3ミッションと言ったんだ。大体数なんかどうでもいい。大事なのは戦争だ。この戦争に勝ちたくないのか、どうなんだ。さあどうだろうね。君の意見はベルクビオハムさんのほどの価値もない。君は契約書にサインした。あのアイアンベアユニットが欲しければ。やったわ。バンディットを食べて満腹のスキャックみたいにうなってる。ブリッジへ行って、早く出発しないと。そんなことよりプロメティア急がないと。マリワン社の艦隊が。アトラス社の星じゃなかったの？何かおかしいわ。プロメティアを目指す連中が他にもいるみたいだね。
ボルトハンター、ちょっと。聞いて、私の力のことだけど、今足止めを食うわけにはいかない。だからあんたに前線を任せたいの。お願いできる？俺に任せな、リーダー殿。よかった。アトラス社と連絡を取る。多分ボルトの在りかを知ってるはずだよ。アトラスから信号が検知できない。マリワンが信号をジャミングしてるんだと思う。待って、何か聞こえる。